アロ、お前、カブラギさんがやったぜ。彼は夫もファントムソサイティのデビル様のだ。やっ、敵って裏切り者め。あんた、サマナー戦の経験はない。だったらここは下がって。大丈夫、戦いながら覚えるから。それは悪魔召喚プログラム、ブートアップ。戦闘開始。今度は間違いがないように俺がし。さあ、初陣だよ。くそ、ちょっとどうしたの。あ、悪魔が召喚できない。なんでだ。トラブってるみてえだな。アローの悪魔の管理権限が私のコンプに移行している。なるほど、ソウルハックが原因ってわけか。これはアドリブでごめんだけど、あなたの召喚プログラムを最適化させてもらった。え、私がお手本を見せてあげる。私たちにだって使命が。よし、これで試してみるのか。はぜろ、そげ。どうだ。すごい、今の攻撃。アローもできるはずだよ、やってみて。わかった、見よう見まねだけど。そうだな、止めはしない。判断は任せるよ、アロー。凍らせてやる。やるじゃん。呼ばれて止めてて。お、出た。おらおら、サバトの。おい、サバトってなんだ。とっても楽しい殺戮のお祭りだぞ。どうなってんだ。それは見てのお楽しみ。邪魔をしないよ。突撃。ふざけんな。リンゴ、今悪魔召喚について考えたんだけどね、アローが自分の意思で悪魔を召喚できなかったのはソウル、私とアローの魂の一部が溶け合ったままになっちゃったみたいだね。処理能力の差が原因なのか、悪魔の管理権限が私に。なんとかならないのか。今のところはなんとも。ソウルハックは私たちにとってアイオン式召喚術ってことで、今は納得してもらうしかない。なるほど、確かにサバトみたいな大技も使えるようになったわけだし、むしろメリットが勝るか。慣れていくしかなさそうだな。一蓮托生、運命共同体。ところでどうして今のやつはあなたのことを裏切り者と。俺はヤタガラスの任務で敵対する秘密結社ファントムソサイティに正体を隠し潜入。だが潜入任務の最中にミレディを保護しなくてはならない。ファントムソサエティ、
さっき倒したサマナーが所属する。ああ、そしてヤタガラスが敵。ファントムソサエティはヤタガラス同様デビルさんだが、奴らの目的は俺たちとは違う。奴らそれってあんたの言う世界の終わりと、ファントムソサエティの掲げるそれが、アイオンなんてのが現れたのもそうだけど、今状況は大きく動き始めてる。先を急いだ方が良さそうだね。敵がいる。悪魔召喚プログラム張り切っていこう。わからないな。まずはどうする。行く。頼んだよ。今だよアロン。指示に従う。このやつに後悔しても遅いよ。始めてくれ。合点。まずはどうする。頼んだよアロー。指示に従う。決めちゃっていいよ。次だ。立ちはだかるなら容赦はしない。おなあリンゴ、仲間を戦いにしか使わないのは何？他にも使い…ああ、偵察に出して周囲を探らせるのさ。戦闘になれば呼び戻…へえ、じゃあや…召喚行くぞ。欲しいな。
よろしくね。初めて見るの。張り切っていこう。危険かもしれないぞリンゴ。空浮き。さあどこの力があれば。アロー、効くかわからないよ。当たった。私の出番。張り切っていこう。反撃も想定しておけ、リンゴ。なんだ、もう終わり？後ろに控えてるぞ。張り切っていこう。やってくれ。いけるぞリンゴ。データとどろけだよね。リンゴ、いいよし。いけるはず。静寂をくれてやる。邪魔をしないの。どの手で行くんだ。張り切っていこう。あっけなかったな。